ハトミありがとうね。強いからな。どうする？気張っててもしょうがない。普通にしよう、配信。つかお腹空いてきたわ。お腹。先に食べる？リリーさんレベル 39？ あと1レベル上がったらもう OB だ。リリーさんギフト引退。うちそういうルールだから。OK。うん。もう40レベルになったらギフト投げなくていい。分かったリリー。ね。よくやった。よく引っ張った。あとはもう育成っていうか、もう枠が良くなるように頑張ってほしい。うん。うちは OB システムあるんで、うん。バズちゃんも昨日枠取ったばっかりで来てたね。ちゃんと01ってコメントしないと挨拶。うん。で、新しい人、新しい人、どん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 出てこないと。ダメだから。うん、これも俺が考えた。で、しっかりと導入する。うん。で、トークンはゼロリスしてんのお願いします。こんばんは。うん。ハートミありがとう。腹減ったな。もう今日ウーバーにする？ 11 時半、1時間ある。マリオってどこ行った？テロップ消えてないよ。消えてる？消えてないでしょ？タイガーさんもありやす。久しぶりに見に来ました。え、消えてる？消えてない？どういうこと？え？消えてなくない？なんで？ありました。あるでしょ。消えたってどういうこと？消えてないでしょ。どっち？白いらしい。こうやって。しおちゃん、今夜俺と終わった後何か言ってた？何つってた？まあ、リスナーに感謝を言ってるんだろうけど、俺に対しては、何も言ってなかった。まあ、コラボの切り替わりで何かあるかもね。明日はちょっとね、日刊ちょっと休もう。うん。明日は。ちょっと、いつも通りなんで、まあでも、アドバイスもらったのは、無限ちゃんに、なんか言ってたね。いろんな人と絡むのがって言ったけど。パンチは？ちょっとパンチ言っとこう。パンチ。パンチさん。パチパンチやってない？配信。ちょっとパチパンチとお決まりだから。想定外だった。明日電動、あ、最終日か。明日は日刊とか電動意識しなきゃいけないか。日刊も、あれか。ポチポンチでやってます。どういうこと？バンだからってこと？ちょっとポチポンチでやってるらしい。うん。ちょっとモデさん行ってきて。ポチポンチ。うん。で、ちょっとコラボ申請するように言ってくれる？バンだから。サバカでやってんだな。うん。行き
機嫌悪いだろうね、サブだから、うん、で俺高野戦だけ力出してって言ったから、もう無限戦はもうほんと無理しないでね、うん、もう出し切ったはずだから、別にボロボロに負けようとね、全力でいくから、オッケー、リスナーさん。ああ、閲覧すごいね、400人。100人でもすごいからね。グローブなしでいこう。うん。グローブなしで。まあ、向こうがグローブ使いたいっつったら、まあ、あれだけど、グローブ、あります？うん。絶対もう出し切ったよ。日刊捨てるっていうのはなし？おかしい？まあ、今1位だからね。持ってるミーヒー。来てなかったらミーヒー使ってもらおうかな。やっぱ高野戦に全てぶつけたいんだよな。言うて。もったいない。あと、両タッチョ来てたね。ごめん、両タッチョ。コメント読めなかった。で、マリオ先生のコメントって言ってた人って、マリオ先生が双方に伸びるようにアドバイスするっていうコメントでよかった。ちゃんと喋りながら、あれしたんだけど。うん、グローブありの方が、グローブって反映されるの？日刊に。グローブって反映されるの？されないよね。グローブのポイントって。バトルのスコアには反映されるけど、日課には反映されないから一緒じゃない？うん。ああ、経験あるんだ。じゃあちょっとアドバイスもらわないとね。最近煙がすごいな。ちょっとすいません。おげんちゃんと。夢中になった喋り、これどうしよう、煙対策どうしよう、どうしたらいいんだろう。つか、さっきのマリオさんと空気清浄機ちょっとも近く持ってくるはあるんだけど、うん、空気清浄機に買ってもらったんで誕生日でね。うちにいるマリオとマリオ先生混じっちゃうね。うん。マリオとか呼んで、マリオ先生、作業してるときにマリオって呼ばれたらさ、なんだこいつってなるよね。ちょっとややこしいね。あれ、名前変えさせるか。マリちゃんって呼ぶようにしないとね。ちゃんとお母さんは理解してくれてるかな。一緒にね、暮らしてる人でマリオっているんですよ。うん、で、ルイージっているんだよ、友達でね。TikTok やってるよ。今度コラボするわ、ルイージさんね。使ってないって、いや、使ってるんだよ。裏に置いてるの。ちゃんと。置く場所がダメだってこと。うん。よし、うん、下の名前で呼ぶか、まさひろだから、まさって呼ぼうかな、まさ、マー君とかね。申請できないって言ってるポチポンチさん、フォローしてください。どこにいます？ランキングいます？ポチポンチさん、フォロー したいんだけど、うん、ポチポンチさん、どっかランキング載ってる？
ランキングいない、申請したい、ちょっとこっちの携帯でやってみるか。あ、みんなフォローありがとうね。フォロワー増えた。さっき嫌味を言ったら、みんなフォローしてくれないって嫌味言ったら100人ぐらい増えてる。ポチポンチ、ポチポンチ、フォロー返し、フォローしました。フォロー完了しました。ちょっとトイレ行ってくる。空いたな。おはようございます。あ、お疲れ様です。昨日はなんかご迷惑かけたみたいで、危うくバンになりそうになりました、こっちも。ああ、なんかもし、まあ、それはいいんですけど、あのリスナーの皆さんもなんかすみません、なんか悪態ついたみたいで。はい。で、いつも謝ってくるけど、また数日経ったら同じことの繰り返し。そうなんだ。謝罪、謝罪、ね。で、また酔っ払い、謝罪、酔っ払い。どうします？これ。ずっと続いてますよ、ポチポンチさん。いつまで続けるんすか？もうやめます。だ、今日は飲んでないです、お酒。手抜きですか？料理配信もせずに。あ、はい。サブアカだと手抜きするんですか？でも今日お昼食べに来ましたよ、寿司。いや、そうじゃなくて夜ね、やっぱホットプレートでパンチさん、それしっかりやっていただかないと。毎日できるわけないだろ。あ、でも毎日楽しみにしてるんです、僕。おでんだね、焼肉だ、今日は何だろうって。何その楽してるんですか、寿司で。これ食べたくないのに食べてんですよ。ちゃんとやってください、料理配信。ありがとうございます。でもゼロワンさんすごいじゃないですか、今日韓ランキング1位って。そんなことないですよ。今日初ですか、1位になったら。まあ初めてです。パンチさんあります？いや、僕ないです。パンチさんはない。あるわけないじゃないですか。対抗ないですか？笑うツボがわからん。笑うツボがわからんけど。だって最高だって、多分僕40位か20ないんですよ。はい？ 40 位か20ないとかです。そうなんす？うん。お前みたいにバトルばっかりやってないから。でも、バトルばっかって言うけど、結構うちもそんなにっすよ。ああ。メリハリつけてやってるんで。何ですか？メリハリつけてやってるんで。ああ、でもそれが逆にいいかもしれないですね。逆に、それが結構定着してきてるから。ああ。で、楽してる感じですか？楽じゃないです。はい、それは。そうやと、1日1000やっとけばもう日韓ランキング入って、みたいな。いや、まあそういうのはないですけどね。はい。避けては通れない道なんで。どうせやるなら一番強い人ってやった方が価値があるじゃないですか。うん。断る理由ないんで。おー、でも勝てるってすごいですね。まあ、グローブなしで。あー。スコアは どのぐらいなんですか？こんなの聞いてあれなんですけど。うん、スピチャリ2倍で160万スコアいきました。相手が110万ぐらいでした。だから3倍だったらもう200万スコアいってる。もう過去最高スコア。
やっぱ力ありますよ。やっぱあの、ベロワンさんのすごいところって、やっぱ芯があるんですよね。そうなんです。はい。で、パンチさんも、はい、パンチさんも自分のスタイルを貫いてるから芯があると思います。まあ、ただ、何なんか。丁寧で、だって僕お酒も何も出てないですよ。もうやめてください、もう、パンチさん。何も出てないですよ。これ、スカルプ D ですよ。これ、お酒じゃないですよ。本当に。顔ですか？もう、アンチに狙われてますよ。もう、怖いです、もう。テレビ映ってるからじゃない？いやー、それじゃないです。さっき僕、センベロで飲んでる時も、うん、あの、そんな結構来ました。ジョッキが映ってて。でも、ジョッキも映って、てないし、部屋が汚すぎるから子供たちに悪影響、悪影響なおじさん。これゼロワンさんにも制限いっちゃってんです。今来ましたこっちにもバーンと。いやーな、そっちが悪いんじゃないの。え、まさかのなんかこっちある。え、だってこっちなんもないじゃないですか。だってパンチさんとコラボしたタイミングで急に出たから、こっちに原因があるならもうそもそも出てるはず。で、僕も出てなかったんですよ。出てなかった。でもバンになってる、バン常連、よくシャドーバンになるっていう部分から、可能性としてパンチさん、ポチポンチさんに原因があるってやっぱ思われてしまう、思ってしまう、どうしても。なんでしょうかね。もう困ったもんですね。でもアンチで言ったら、多分ゼロワンさんの方が絶対アンチの強いんじゃないんです。普通に閲覧もあるし。まあでも枠は荒れることがあんまりないっていうか。僕もあんまないんですよ。ないですか。で、あの、僕運営さんに聞いたんですけど、1週間じゃないですか。はいはいはい。同じことだと次1ヶ月で、次無期限になっちゃうんで気をつけてください、本当に。あの、同じことだとどんどん罪が重くなって無期限になるんですよ。で、違う種類だったら、また 10分半からどんどん始まるらしいです。あー。この前のは何でなったんでしたっけ？昨日は性的発言とかそれ系です。そっち系ですか。でもしてないんですよ、多分。昨日なんか言いました？いや、言ってないと思いますよ。なんか誰かと寝たいみたいな感じは言ったんじゃないかな、みたいな。でもさ、寂しくて、そう。寝ましょうも危ないです。あ、はい。すみません。一人でちゃんと寝ます。一人で。で、そういう時はどうしてるんですか、普段。はい。あ、寂しい時は。寂しいっていうかね、その、やっぱ男ですから、俺たち。ああ、僕、あの、一人でビデオ見て。あ、そうなんです。娘さんとかいない時にどうする？はい、いない。いや、いても自分の部屋で、はい。それはやめましょうよ。だって言うときはやめましょうよ。同じ部屋じゃないですよ。同じ部屋じゃなくてもちょっと、それはちょっとダメじゃないですか。まあでも基本あんまいないときとかに、はい、それしてくださいよ。でゼロは邪魔できないんで一戦いきます。あ、じゃあ恒例なんでね、まったりばっかり。でもありがとうございます。あの、これ、配信中にどうやってフォロー返せるんです？サブ端末で検索してやりました。なるほど。申し訳ございません、なんか。いえいえ。レベル30以上休んで。で、ミーヒーだっけ？グローブ持ってる人他にいる？他にいたらグローブ合わせて、リリちゃんとか持ってない？うん。相手のグローブに合わせて使ってください。レベル30以上はお休みで。行きましょう。いいっすか？グローブ持ってる人います。リーちゃん持ってる。じゃあ向こうに合わせて使ってあげて。
で、リリーちゃん、お花、順番で。アッツーも持ってたっけ？ミーヒはいいよ、使わなくて。相手に合わせていこう。これはもう恒例なんで。アッツーも、じゃあ、アッツーは、無限戦で、もし使うんだったら使ってもらおうかな。OK。たまには。何でしたっけ ?BGM ないんですか ?01 さん。BGM かけましょうか。こっちがかけましょうか。こっちかけますわ。行くぞ、お前ら。来いよ。こっち来いよ。こっち。まだ間に合うよ。コインチャージ。全力で来いよ。グローブ何個でも使ってもいいよ。楽しませて俺を。その音楽なんです？ちょ、スペシャルね。スペシャルじゃないわ。また3倍だ。ちょっと多いね、人数。12人行こう。団結。いいよ。ナイス。こっからね。あっちは余裕溜まってるから、こうチャンス。ドン行くよ、ドン。ドンと。いいよ、母ちゃんナイス。ツー行こう。エルもいいよ。行こう。ほら。団結、これは、一人じゃダメだ。ロロロロロロロ、ナイス。でっかいよ。いいボール、ナイス。熱い、熱い、熱い。来てる、来てる、いいよ、いいよ。チアーキーボーナイスナッチナイスナッチいい3倍だナッチいいぞ武器ナイス武器イエッティもナイス残り30秒集中してナイスいい勝負だチーマルナイスチーマルいいよいいよチーマルいいよどうしていってるよコマはナイスブン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 いけてるわいけてるわうわこれニコロも不思議な花火わあ熱い熱いナイス熱い強いあ、強かった。緑もナイス残り、ここでドンM ちゃんもナイス !S ちゃん !S ちゃんナイス !2 ちゃんナイス !10 までナイスいいよ、いいよまだ負けてないあ、このやつだ、こね。いいよ、いいよ。1分40秒いける、いける !M ちゃんナイスそう、離されないようにチーマンナイス強いよグローブある人いる手あげれるナイスないならないでもいい。よし、残り30秒、リリちゃん使って、グローブ。オッケー。残り30秒、グローブね。ちょっと、こっちグローブないから、ダメダメダメ。いつも使われてるから、容赦しない。いや、使ってないから。いつも使ってる。グローブある人いない？残り30秒。アイちゃんです、アイちゃん。いつも使ってくる。マンジナイス。使ってない。いつも使ってくる。こっちが使ってない時も使ってくる。間違いない。グローブある人いない？エミちゃんないです、エミちゃん。油断しないで、いける。ああ、グローブ来ちゃった。でも、刺さないままだから。団結できてるよ。うわぁ熱ぅうわぁよくやった熱ぅうわぁベニーもナイス、ベニーも。ベニーあぁハカさんあぁワイちゃんナイス、ワイちゃん。ブヒナイス、ブヒ。勝てたよ、あっちがズルしなきゃ。ルナちゃんナイス。はい、アッツーがいないとやっていけない。アッツー、ブヒ、ベティ、チーマル、ベニ、アイ、で、S さん、ナッチ、アコ、ミちゃん。みんなありがとうね。ああ。ありがとうございました、皆さん。いや、こちら、千秋、
すごい、ナイスファイト、MVP。ニニコルさんもありがとう。コマもすごい。サーちゃんもすごい。ミドリーナイス。イエッティ、キミッチ、マッキー、トモミ、エミリー。みんなナイス。あっちはグローブ使わなかったら勝ってた。だから実質勝ちだよ。勝てなかった。グローブ使う前のスコアは75,000すでにあった。ってことは、72,000スコアそちら。勝ててない。グローブ使う前にグローブ、いや違う。なんかうちのコメントで01地投げしてるねっていうコメントありますけど。地投げなんてしてない。マキーヌの遠吠えはやめていただきたい。あー、なんか惜しかったぞ、でも今日。でもありがとうございます。お。こちらこそ。ゼロワンさんのリスナーもありがとうございます。昨日の件に関してちょっと謝らせていただいてもいいですか、ゼロワンさん。はい。リスナーさん、ちょっとなんか暴言吐いたみたいで、それ失礼しました。嫌な気持ちにさせて。もしよかったら僕のことも応援してもらえないですか。営業じゃないか。はい。はい。いや、すいません。ありがとうございます。ね、ポチポンチさん。はい。毎日バトルと、あとリスナーさんも仲良くしていただきありがとうございます。こちらもじゃあ、お礼。言えます。はい。でも、うちのリスナーが結構ゼロワンさん好きで見に行ってるっていう人多いですよ。うちのリスナーも散々暴言を吐いてても好きって言ってますよ。楽しいって。ありがとうございます。理解してますよ。ありがとうございます。はい、ゼロワンさんのおかげだと思ってます。ゼロワンさん応援してます。頑張ってください。いや、そんなことない。リスナーの件も、いつまで伸ばすんですそのヘルメット。はい。いつまで伸ばすんですそのヘルメット。20、おそらく7に美容院行って、ストレートにしてきます。笑わないでください。応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。失礼します。はい、どうも。失礼します。ということだね。押してるんだよ。まったく、敵だらけだ。どんどん来てる。今日何食べよう、腹減ってきた。今日もう辛ラーメン食べようかな。今まだ早いか。茨の道、強敵にされてる。すいません、なんか、あと30分。今日無限ちゃんは日韓何位にいるんだろう。無限ちゃんいないね。あれ無限いなくない？34位か。うわ、だいぶ力溜め込んでるな。スキンヘッドにしたらどう？あまりふざけたコメントは控えていただきたい。ご協力お願いします。こんばんは。もう毎日、もうカズさんも、
親身になっていってる。なんでスキンヘッドにした方がいいと思います？親身になるってことは僕のためになると。僕がスキンヘッドにしてリスナーが増えるとでも思いますか？ちょこちょこでもバトルした方がいいかもですね。本来であればね。本来であれば。で、俺はね、無限さんのバトルでも決まると思ってない。終わってからだね。終わってからの枠投げ。まあ、カズさんに投げる人もいるだろうからね。で、ゼロワン初めて日韓1位にしてやろうっていうリスナーが集まれば勝てるんじゃないですか。うん、今まで狙ったことなくて、こういう時を待ってたんだけどね、俺は。うん。なるほど、そうだよ。12時前だからね。鬼姫さんもいますね。どこにですか？カズさんのとこにってこと？スキンの方がインパクトがあると思う。生かさないと。いろんなこと、うん、自分で考えないとね。ママと予約どうですか？費用一試合だけでいい。するのも良くない。じっと腰据えて配信しないと。そうやろ。今日はもう自信持っていくよ。バタバタしない。それは1ヶ月まで。うん。対等に戦おう。もう初心者じゃない。自分のスタイル貫く。一戦先取り、一戦でいい。うん、らしくてね。トンボさん、そういうこと。だから無限の兄弟にだけ力借りよう。あとはいい。まあ流れで臨機応変にねやるかもしれないけど、基本的にはこのスタイルでいく。今カズさんがバトルを連戦してて追い抜かれようがじっと我慢。そっちの方がメリハリがあって。違う。相手のペースに合わせちゃダメなんだよ。自分のペースでいかないと。相手がバトルを連戦してる。じゃあ俺こっちもしようじゃダメ。それじゃ勝てない。
相手が相手だから。その前にギフトをあげても意味ねえよ。それは案外一理あって、今スコアを上げると追いつく力が強いから、どん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 スコアが上がっていく。わかる？それはぶっちゃけあるよ。今必死にスコアを無理して上げる必要ってない。じゃあ俺を超えたカズさんはとりあえず超えたから、少しブレイクするよね。知るかよ。知らないなら来るな、あくん。お、サブスクありがとう。このアベレージは上げなくていい。もう行くなら、もうちょっと遅くてもよかったけどね。無限。無限ちゃんとのバトル、ギリギリの方が良かったけど、もうしょうがない。来てから行ってみたらどういうこと？ゼロワン方位も引かれてるな。で、俺が日韓1位取ったらまた勢いづくと思ってるだろうね。上の人たちは何としてでも阻止したいだろうね。どんどん勢いつくと思ってる。脅威なんだよ。バトルの運とかじゃない、本当の実力勝負。明日はまったりしよう。まして、ゼロワンと言います。コラボ申請ありがとうございます。あ、お願いします。バトルいいですか？あ、まあ、バトルしてないです。挨拶ね。お願いします。あ、ちょっとバトルしてないんで挨拶だけで。あ、なるほど。じゃあまたお願いします。はい。いろんな人と絡んだ方がいい。自己紹介なかったよね。申請してきた方が自己紹介始まるんじゃないの、普通は。
すごい間があったから挨拶しました。槍、うん、なんか木じゃないけど、バトル目的、うん、多いよね。バト木。うん。でも、バトルって戦争だから、うちのね、ゼロリス部隊もそんなに軽く出動させれない。うん。じゃあ、無限さんとのバトルはみんな賛成でしょ？むしろやった方がいいって言ってたよね、昨日から。雑談もバトルも。リスナーもやっぱりやりたい人やりたくない人いるから。うん。相手を選ばないとね、うん、まあでも無限ちゃんにいろんな人とっていうからちょっと積極的にいろんな人とは喋ろうかな、うん、喋ろうかなとは思う、うん、でも今のパターン結構多い、うん、つながってバトルいいですかでこう申請してくる人多い。自己紹介でいつも見てます。ゼロワンさんすごいですよね。ファンですっていうのはもう正直ちょっと聞き飽きちゃったかな。うん。もうみんなに言われるから。もう同じことみんな言うんだよ。もうそれもちょっと聞き飽きちゃった。うん。違うパターンがいい。だから絡む人はよく違うパターンの人。パンチさんもね。で、ラップの人でしょ。あと、森俊。みんなちょっと癖があるよね。そういう人が俺好きかな。オリジナリティがある人がいる。あともう、リスナーさんもある程度、我が強い人がいい。うちは個性溢れてるからね、リスナーさん。みんな。結構、我が強いよ。うん。で、シロちゃん出てきたアピール。我が強いでしょ。うちのリスナーのタイミングで出てくる。私もいるよ。でしょ。我が強いよ、シロは。うん。A 吉も、白馬もね。私もいる、毛玉ちゃん。集中してみんな。だいぶこれで動く。勝てば日韓一、もう勢いのままいける気がするよ。そんな気がしない？うわ、無限に勝った。日韓一行くぞ。うん。で、もしくは、TikTok のなぎしさんとかが家族を応援してまだ甘えわ、ゼロワン。うん。全然、まだまだ数には勝てないわってなるかもしれない。そんな甘くねえよ。だってナイスが日韓1位とか取ってる時もいろんな投げ師さんが集まってあれしてるじゃん。ね、認められないと取れないんだよ。うん。
受け入れてね。ね、そねだり上手だからね。なんか可愛くなるよね。ありがとうとかもなんか泣きそうになるよね。でみんなお願いって感じでしょ。今日だけお願い。出る杭は打たれる。強いからな。で、みんなミュートにするわ。無限戦。声かき消されるから。あらかじめ言うわ。声がでかいからね、めちゃくちゃ。いや、声に声で対抗するか、それでもいいよ。声に声で対抗していく。どっちでいく？ぶつかるか。苦情来るといけない。でも叫ばなきゃいけない。無限金くんに負けない声出る？二回死んでやるぞー！いくぞー！これぐらい。これ結構本気。本気ペスとしか。今のデシベルぐらい。どう？いける？勝てるか？声量的にどう？でも荒野に勝った時はミュートしたからね。やめとく？見たい。見たいなら見せるのが配信者だろ。対抗しよう。また違ったバトルを思い出作ろう。近所迷惑。もうふわっちで叫びすぎて両隣は引っ越していきました。残念なことに隣にいません。スピチャリまで我慢ね。タップのみね。でちょっと油断させつつスピチャレでゴーで行こう。近所はもう俺は出てけって言われるな。もう出てく。俺はそれでも配信魂ぶつけたい。背中押してくれるか。よ。ラスト3、29秒。セットしとくか。
ント入らない、どういうこと？うん、12時になったら大冒険行くぞ。ブルマ気をつけて。こうだ、気合入ってる。あと6分行くぞ。ゼロリス転校。明日の分出し切るか。明日はちょっと荒野から逃げようかな。明日もきついからな。ちょっとどうしようかちょっと考えるけど。ハートミお願いします。でサブスク500人目指してるんで440円、ファミリーに入ってほしい。ファミリーに、してる。こういうことか。使えねえか。死んだれ俺。こんばんは。レオさん、間違いか。何飯食ってんだよ。お待たせ。
絶対倒すわ。今日はグローブどうします？グローブなしって聞いたんやけど。ありでもいいです。なしで。ミストはどうしますか？なしで。わかりました。アイテム全部なし。全部なしで。緊張するなぁ。めちゃめちゃ緊張するなぁ。この一戦。正直どこまでいけるか。ボロボロの可能性がある。そん時はごめん。レイコの思いを背負ってるから。俺はこの十字架を背負った選手たち、ジーザス。これもう一回止まっていい？もう一回。その十字架を背負った選手たち、ジーザス。シザース。ジーザス。シザース。シザースじゃない。俺はレイコの思いを背負ってるんだよ、今日は。ゼロワン。気持ち、みんなの気持ちを背負ってる、こっちも。ゼロワン。負けるわけにいかない。特に、無限ちゃんには。お前を今日な。ライバルだから。お前を今日な、草湾に変えに来たんだよ、俺は。お前に二度と俺のモノマネはさせない。やってやるよ。ゴーン。時間だ。行くぞ、お前ら。さあ、やろうか。ラグイシと入り直して。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってな、ゼロワン。ちょっとだけ待って。待って。うん、ラグイシと入り直してくれ。さあ、全員。作戦通りや。行くぞ。ゼオにはいないけど、それでも勝ったらかっこいいぞ。新時代の幕開けや。ゼオにはなしでも、俺らは強えぞってとこ、見せるぞ。よし。絶対勝つ。行くか。行くぞ。レッツゴー。さあ行くぞ。絶対勝つ。時代はこの未来だ。スカイジャンプ。タップ。スピチャルまではタップでオッケー。スピチャルまでタップ。レイコのお前、つなげるぞ。絶対ね。さあみんな、ワクワクするぞ。行くぞ。マジで勝つ。タップのみ、タップのみ。タップのみ。さあ、タップ勝ってる！いいぞ！いける！これみんな見てる人全員タップしてくれ！タップタップ。タップタップタップ！いいぞ！さあ、勝つぞ。よし。プケイさんも潜ってる人も、この試合だけは出てきてください。お願いします。負けられへん。絶対に。この戦いだけは絶対に勝つ。よし、ナイスタップ。スピチャルなかったらやり直しお願いします。 OK、 了解。さあナイスタップ、いいタップや。タップ勝ってるぞみんな。どれつけるのタップで。タップ3500や。レいくぞ、ナイスタップ。さあ勝とう、絶対勝とう、この試合。新時代や、みんな。行くぞ。さあ、スピチャルまでは画面タップでよろしくお願いします。スピチャルが勝負や。グローブなし、ミストなし、アイテム全部禁止。純粋なぶつかり合い。絶対勝つ。おい、相手はゼロワンや。ライバルであり、友である。でもな、負けられへん戦いがあんねん。
お互いによし、スピチャリなかったやり直すからね。来たスピチャリ、ほら行くぜ、3倍や3倍、ここしかない、ここしかない、ここしかない、行くぞみんな、マジでここしかない、マジでここしかない。さあ、レイコのお前つなげるぜ、23人、何さ、行くぞ、行くぞ、こっから3倍でみんな行くぞ、声で負けない、60秒上がれ、ガオ、負けない、ガオ、ガオ、奥さんに負けない、出せない、来たな、追いつけ追いつけ、ガオ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 、ミはナイス、はい、ナイスすぎるか、これひっくり返してかっこいい、ブチナイス、いいぞ、ミはいいんだ、これ縮めたらかっこいいけどな、俺お姉さんナイス、しない、熱ナイス、熱、ちょっとずつ詰めれるか、ちょっとずつ詰めれるか、カサブランカナイス、頼む、えな、キャナいいぞ、ここはちょっと縮めたい、ミナナイス、ミ全力でいこう、ルカとナイス、いいよいいよいいよ、ユウハヤブサナイス、いいぞいいぞ、ちょっとずつ縮めるか、さあ差し込みもここしかない、おもちも行ったよく、ミュウナイス、さあきついか、なんとかならんか、アオちゃん、くわー強い、ついに、いや、これは強い、あれナイスバトルみんな、もうこれはしゃあない、ゼロワンが強かった、ただナイスバトル、リリーがいないとやっていけない、エスタン、ユーカ、エナ、ユミ、マリオ先生、アッツ、トモチ、アオ、ユー、みんながいないとやっていけない、無限の兄弟ラストまで諦めずかっこよかった、いやこれは強かった、本当に強かった、いやーナイスバトル、読ませてもらいます、ゆゆ、ゆゆありがとう、そして俺お姉さん、そしてケイにゆ、そしてみわ、みわにひろし、そしてリオタルに推しの幸せ、そしてゆ、MVP、サルゴリの姉さんがいないとやっていけない、ランオフの方もありがとうございます。いや、団結は勝ってるんやけどなただよく勝ってくれたみんな、団結は勝った、スコアは負けた、もうこれはしゃあない。ナイスバトル、ナイスバトル、向こうの上が強かったわ、兄弟かっこよかった、最後まで諦めない、いやーリスナーさんがやっぱ頑張ってくれた、すごい、でもやっぱ強いわゼロは、いやーありがとうございます、悔しい、うわーナイスバトルやな、でもみんなすごいよ、団結ほんとすごい、次は逃げないで、10位で 15K はすごい、本当によく頑張ってくれた、ただつらいいや高野さんってやってまだこれやろ、いや、うわえくいな、これはありがとうございます、これは強いわ、いや兄弟のおかげで日韓もまた突き抜けれたから、さすが、もうここまで来たら絶対1位取ろう、
絶対取ってくる。01なら絶対取れるから。絶対取る。わあ悔しいな、強いな。次は絶対逃げないから。今協力してもらったから、無限にいつでも受ける。俺は別に01とバトルしなくてもいいんだよ。普通にこうやって喋るだけでも楽しいし、うん。なんか逆にこう気使って無限さんだからバトルしないといけないって思わないでほしいかも。ああそれは、うん、俺もあの申請受けるイコールバトルだと思って申請取らなかったのごめんね。うんうん、全然全然。何かあったら毎日、そう、普通に話するだけでもいいやん。うんね、ありがとう。ナイスバトル、みんなかっこよかった。ありがとうございます。頑張ってね、01残りの時間。行ってきます。行ってらっしゃい。ナイスバトル、ありがとう。ありがとうございます。無限さんは顔真っ赤にして最後までかっこよかったわ。もうはっきり言って戦意喪失すると思うよ。で、Sさん一言コメントください。 Sさん、ありがとうございます。で、向こう枠投げ来てる、張り合おうか。明日お休みや。初めて 2M 行きました、リスナーさん。多分初めてだと思う。あと20分。バトルはしない。ここまで来たら。ゼロリスが昨日から深夜からここまで来ました。入ったら急にバトル、焦りました、すいません。エスさん本当ありがとうございます。もうエスさんありがとうございます。行くぞ。今日は俺がナンバーワン取らせてもらう。ナナありがとう。こうやってゼロリス頑張ってきたんで、野獣馬の人したら少し力貸してください。まだ日韓ランキング取ったことありません。先月の8月3日から始めました。いける？道場も何も誘いたくない。うちのリスナーの実力で取りたい。もうもないです。ベニーいいぞ。ベニー、ベニーありがとう。明日お休みしよう。その分じりじり来てる。向こうもう枠投げ、アイちゃんのやつ。いけるぞ。なお、なおありがとう。皆さんバラ一本でもよかったら、余裕がある方はバラ一本でもお願いします。チャルさん、すべてにお礼言えませんが、もう感謝してます。少しでいいんで、みんなで団結で。あ、ハンドメイト、ハンドハートっていうのかな。ありがとう。ヒロミありがとう。ヒロミありがとうね。で、サブスクもよかったらお願いします。あと20人いける。もう両方達成しちゃう。チャルありがとう。普段から地道にコツコツリスナーと頑張ってます。まあ名前はね、俺のこと聞いたことある。でもそんなにじっくり見てないリスナーさん、遊びに来てください。平和な枠なんで。いいリスナーがいっぱい集まってるんで。で、僕はおじさん、見た目がこんなので、腹も出てる。ベニーちゃんのやつね。でもいいリスナーが本当にいるから、あったかい枠なんで。クミナイス、クミ。クミもな、ずっといてくれるもんね。ありがとうね。
組もいけるぞ。今のポイント差をキープするのがいい。まだポイント差があるって油断していると絶対抜かれる。よし、コツコツ行こう。コツコツ。このバトルは長いぞ。17分ある。5分で終わらない。17分ある。たかりんありがとう。いけるいける。ゆいありがとう、ゆい。連動も2位まで来た。ひろみありがとう。みんなアイテム投げてる人、コメントで盛り上げてあげて、ギフト投げれない人。ね。おらため。盛り上げていくよ。まくれるのか、カズ。リリーナイス、はやぶさ。カズさん、止めるんだろ、俺を。ロイスさん、ありがとうございます。レニちゃん、レニちゃんありがとう。よし、ムータンハンドメイト。シェイクもありがとう。サチちゃんもね、エビフライ。クーちゃんもクラッカー。ユリユリもいいよ。クマちゃんありがとう。みんなね、ナッチーも。普段シェイク一つずつお礼言えないけど。ももちゃんありがとう。拍手。メンマもいいよ。ヤマハ。アールちゃんもね。よし、ニーコも、月も。応援してもらうの当たり前じゃないから。ルナ。クララ、サイチャさんもね、いつもありがとうございます。コーギー、ユリー。マミオ先生、うざった。サウラマミオ先生来た。すごいわ。で、俺とお母さんからってコメントしそう。違うかな。ありがとうございます。もうリスナーさんに頭上がらないです。丸さん。かいね。猫子ありがとう、みんな。いけるよ。リリーちゃんです、リリーちゃん。多分見てます。ありがとうございます。アルマンド姉さんのコメントピン止めして。誰に足を向けて寝れないって、先生に。ユーカナイス。マリオ先生だけじゃない。ゼロリス皆さんにね、足向けて寝れない、俺は。うん、リリーちゃんだけじゃない。みんなよ。言うならアルちゃんにも。ベニちゃんです、ベニちゃん。はい。こんばんは。はい、どうしました？爽やかな柏のゆきです。どうしました？何かあります？初めての聞いたやつ。勝手に電話切らないでください。人気。ちょっと忙しいんで。私が初期の時、コサンスもね、2年ぐらいあるじゃんね。ベティいいよ、ベティ。集中して、集中。ユリいいよ、ユリ。クミも。みんなマジでよくやってる。音切ると音楽も止まっちゃうっていう。まあ、いっか。えな。スポーツか。こうやってやったんだぞ。まだそんなに力振り絞れるのか、リスナー。俺もなんかした方がいいな、もう。まだ振り絞ってくれる。マジですごいわ。マジで幸せそのまや。フェイスさん、めっちゃうまい。
すごいよ。みんなの気持ち、これを踏みにじったらダメ。踏みにじっちゃ。いい時ばっかりね、いいこと言うんだよ、配信者は。俺はそんな配信者になりたくない。コツ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 。ケイちゃんありがとう。いろいろ教わりました。すごい人なんですね。えなちゃん。オペにも。絶対に上にのし上がってやる。這い上がってやる。絶対に。ありがとう、N ちゃんね、ぴょんちゃん。あやはも、さちも。マジでみんなよくやってる。で、しっかりと楽しんでる、俺の配信。毎日。やっぱ TikTok のライブってバトルに目が行きがちだけど、それ以外も楽しんでくれてる。リスナーさん。リリーちゃんナイス！ナイト、俺の配信寝てくれてる？それが一番大事だからね。もう十分すぎるぐらい返してもらってる。もう。いけるか？あと10分。あと10分。よしさん広がってる。どうするカズ。カズさん。ユウカナイス。ケイちゃん。わかわやった。団結団結。あ、ICM は無理か、よっぽどじゃないと。厳しいか。オリーブさん。ちゃんありがとう。さよりもね、ありがとう。いっさよ、バイバーイ。何がやっていけない。ゆみちゃん。えな、ナイス、えな。いけるか？ 1.6、怖いな。あおちゃんです、あおちゃん。ちょっと俺言えない人ごめんね、カズバーさん、まつりちゃんも。ありがとう。飛ばしちゃった人は、申し訳ない。あっつーもありがとう。そうそう、油断しちゃダメだからね。今のペースで、間違いない。おー、ゆみみゆも、かっこいい。いいよ、ありがとう。えなちゃんです。強かったね、今の無限戦。びっくりした。ロイスさん、ロイスさん、あ、ルイスさん、すいません。いつもロイスです、ロイスさんって言っちゃう。あと7分。初見さんいらっしゃい。はい、中村。
ケイちゃんいいよ、ケイちゃん。あと7分。どうだ、いけるか？もうやだよ、こんなの。アコちゃんナイス。こんなの負けたくないぞ、ここまで来たら。あやか。ポイント差は？ポイント差教えて。600。突き放してるじゃん。突き放してるぞ。1.7、今日来てるな。あと6分。向こうも湧いてる？閲覧。うわ、湧いてるわ。いけるいける。フォローありがとう。先生。いや。枠投げのが強い。団結してたら枠投げでも勝てる。無駄にバトルしなくていい。ラム。あと5分、早く終われよ。よし、ケイちゃんです、ケイちゃん。ケイちゃん、ありがとう。えなちゃん、ありがとう。本当に6姉妹は。よし、ケイちゃん。ケイちゃん。ケイちゃん、オートバイ好きだもんね。コーギー。これ、いけるよね、みんな。よし、リリちゃん。さすがに、これは抜けないよね。600K だよ。ワンバトルで、ってこと？レタス。あと6分。今のバトルが向こう終わったらもう枠投げでしょ？今バトル中？よしよしよし。もう今からバトル始めても明日の分、明日になっちゃうからね。あと4分。いけるぞ。バトル中。今から枠投げ。あと4分。ありがとう、コーギー。ともちもありがとう。ん？月ちゃん、ありがとう。みもね、ありがとう。あつも、いいよ、みんなシェイク。甘納豆さんもバラありがとうございます。コーギーも、ドクちゃんね、バラ。こまちゃん。ニコ、なぎさ、いわちまる、あと3分。取ったか。こうやくんもつけたの。どういうこと？おんまかおんまか。振り子はさすがに日韓狙えないでしょ、3分で。リリーちゃん、そうおかしな話になるで。さすがに無理やろ。1円もあるで。リリーちゃん。はい、ケイちゃんナイス、ケイちゃん。ケイちゃん。さあ、来い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 。マリオ先生がいないとやってこないね。ユニバース。ありがとうございます。あと2分。
630差。これ言ったやろ、みんなよくやった。さすがに2分で無理でしょう。1分でもまくれるらしい。なんでプリコーが来るの、おかしいだろう。ダメだダメだダメだ、逃げ切らないと。ラスト行こう、ラスト行こう、振り絞ろう。よーし、マリオ先生、ありがとうございます。すごいアイテム、これはレベル高い人限定のやつ。お城かな、ちょっと今のやつ教えて。いやあれ、えなちゃんえなちゃんえなちゃん、ちょ、どういうこと、プリコ、ちょっとプリコ来てる、カリラー社長もう、そんなこと、ケイちゃん、3分でどうやって抜くの？なんでそんな俺に数も荒野も。リスナーさん、ありがとうございました。ナイスバトル。そこまでさせてるってこと、俺たちは。わかる？ひどくないよね、別に。そこまで必死にさせてるんだよ。なんか01に日韓でも1位でもなんか取らせたら、本当に01がこのまま来ちゃうような気がして、それだけ脅威なんだよ。怯えてんだろ。だから必要以上に俺に。もうやめよう、落ち込むのは。下向いてる暇はない。いつも通りやろう。うん、いつも通りやろう。前向こう。落ち込んで同情誘う必要はない。かわいそうアピールもいらない。そうだろう。すぐ開き、立ち直って前に進んでる姿を今ね、野じ馬の人に見てもらおう。違う？そっちで行こう。サブスク入ってください。で、日韓1位取ったこともないってね、2ヶ月経って。それバカにしたらいい。そのうち取ってやるから。
うん、前進もう。そっちの方がいい。情けない女、かわいそうアピールでね。で、荒野がないわとか、そんなコメント欲しがってたって、絶対強くなれない。うん。さすが荒野、褒めたたえよう。強い。さすがだよ、3分で。そうだろ？さすが。それでこそ王様よ。うん、いつも通りね。うん、さすがだよ。弱音も言い訳も愚痴もやめよ。結果が全てだから。何を先生に入ってやっていけない。大切だと何に返す。第1位です。違ったわ、5位だった、すいません。2回1位だと思いましたけど、はい。荒野は日韓5位だから負けてるよ。うん、抜かないと。今もう5位です、日韓。今日また抜かないとね、俺を。うん、負けてるよ俺に。荒野、日韓5位だよ今。うん、5位です。で、電動も2位。これマジですごいからね、電動2位って。日本で2位だからね。マジですごいね。プリコーなんかやだ。そういうコメント俺がやだから、やめて。うん。負けた相手の悪口書いて俺が喜ぶと思わないで。そこまでね、人間性おかしくないから。マリオ先生、なんとやっていけないんや。俺の友達の悪口書かない。敵だけど、配信では。やめてね。かっこ悪いことするの。本人に直接書いて、うちの枠で書かないで。前向こう。日韓2位にしてくれた、先生が。先生、本当ありがとうございます。そう、やるだけのことやった。全力でやった。無限さんともうあんだけの試合やった。ね？最高だったよ。本当に強い俺たちは。そうでしょ？マジですごいんだよ。上には上がいるってだけ。ね？だって、孫正義ね、日本の孫正義ぐらいになったって、世界的に言ったらもっと上いるんだから。そうでしょ？うん、俺たちすごいんだよ。うん。ゼロリスさん。うん。日本で2位みたいなもんだから、今週。マジですごいから。悲観的になる必要ない。落ち込んでる暇ないよ。ちょっと一瞬ちょっともうびっくりした。